はい、今日もあなたと百姓天国、本日は6月13、何曜日ですか？木曜日か。はいはい。さあ、防虫ネット持ってきてね、張りますぜ。雲が出てきてね、涼しくなりました。よかったですね。冠水はだからしなくていいですね。よかった。タンクに溜めてね、シャワーやるって言うほど簡単じゃないんですよ。手間かかるんですよ、意外とね。っていう話でね、よっこらせ。はいはい。軽くね、防虫ネット貼るだけなんでね。で、剥がして、防草シート。6月の今日が13でしょ。あと2週間ぐらいしてね、まあ1週間で活着して、ツルが伸びる前にね、防草シート貼ってしまわないと面倒なんでね、6月終わりぐらいに防草シート貼ってね。今年もまたね、これ防草シートね、畝間に全部貼るわけですから、1本2本3本4本5本6本7本8本ね、60メートル8本ね、500メートルね、50メートル、だから100メートルを5本買わなきゃいけないわけです、皆さんね。ね、ホームセンター行って値段見てもらえば分かるけど、結構金かかるでしょね。え、金ばっかかかる。ねえ、ね、たまにやっぱ思うんですよね、何をやってるんだろうと。ねえ、いいんですね。食べていかなきゃいけないんですけど、まあ私も30年やってますけどね、結論から言うとね、農業ってね、ビジネスだってビジネスじゃないんですよ。ビジネスじゃなくてビジネスなんですね。ここのところをね、何回かこうやってね、私みたいにこうやってこう、ああここでいいのか、あ届いたね、はいはい。これもちぎれたやつを戻してもダメなんでね、繰り返していくと、あこういう感じだなっていうのが見えてくれば多分大丈夫ですね。だからね、すごくね、手袋しよう。農業で食べていくっていうのはね、ちょっと違うんですよ。これがうまく説明できないかな、できればいいんですけどね。結論から言うとね、もちろん畑の中のこと、何を作って何を売るって大事ですけど、ちょっと多分違うなっていうのが僕のいつも言う、まあそれをだから言うと運だとか人間力みたいな言い方するんですけど、食べていける人はね、食べていけるんです、はい。で、その違いって何だろうってずっと30年見てるんですけど、だから結論から言っちゃうとね、野菜の作り方とか農産物の作り方とか、そういうあれではないですね。販売の上手さとか、もちろん販売の方は大きいですけど、多分それじゃないですね、はい。で口で言うのは難しいんですけどね、よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、よこらせよこらせよこらせ。まあまあ、そのなんていうんですか、よいしょね、何がどうなのかっていうのはね、まあまあ難しいとこなんですよ。ただね、食っていけるか食っていけないかっていうのはね、畑の中のことでは決まりません。結論から言っちゃうとね、そこではないですね。じゃあ何なのかっていうと難しいですね。だからそういう星のもとに生まれてるとしか言いようがないですけど、今回の人生でね、農家をやってもいいよっていう風に決められてるとしか言いようがないですけど、明らかにね、才能がある人、私よりはるかにね、野菜作りや販売も含めてね、知ってる人、技術がある人でもやっぱりふと気づいたらね、ちょっと連絡取り合ってなかったらやっぱりやめてるんですよ、この業界をね、っていうのはよくある話でね。だから好きであるとか、まあそれはもちろんそういうこと必要ですけどね、あんまりでもね、関係ないかなっていう感じはしますよね。
好きであるとかそういうことよりも、そういう星の農業をやるために生まれてきてるかどうかの方が、だから僕はそこを見るんですよね。もちろん能力がないよりかあった方がいいですよね。頭も切れた方がいいですけど、その星を持ってなければ結局は離農することになるんですよね。なので僕はね、まあ僕なりにですけど、この人その星を持って生まれてきてるのかなっていうのを見るんですよ。でね、そうするとやっぱり、でその後何年間か追いかけるでしょ、その人。例えば直接知ってなくてもね、どっかのイベントで会ったあの人とかってね、でその後人づてに、あの人ってそういえばどうなったのって聞くと、ああもう辞めて他のなんか業界行ってますよとかね、ああやっぱそうかとかね。だからね、能力がすごく求められる仕事ではあるんですけど、まあどんな仕事だってそうだと思いますけど、農業は特にね、何かがないとやっぱりダメな仕事なんですよね、これね。何言ってるか全然何の論理性もない話をしてますけどでも30年見てきてね、本当に不思議ですよ。で明らかに能力が高い人が生き残るわけじゃないんで、この業界は。はい、それこそ本当にね、この30年見てきれば分かる。例えば私は1990年代にね、阪神淡路大震災をサラリーマンの時に経験しましてね、はい、でそれから関東にいる時にね、 3.11 を経験しましたよね、みたいに何が来るか分かんないんですよね。本当に何が来るか本当に分からないので、気づいた人います？今防虫ネット張っててね、向こう側から本当は張っていくんですけど、実はねさっきそっちにいた時にふっと視界の端でね、あそこの家の人が近づ、こちら側にね、多分ほら俺こうやって喋りながら作業してるでしょ、それが聞こえたんだよね。だから近づ、視界の隅にファッと近づいてくる感じがなんとなく感じられたんで、すぐに向こうに逃げたんですよ、はいだからね、あんたいつもそうやってなんか喋りながらやってるけどなんやねみたいなことを言われると、聞かれたら嘘はつけないんですよね。一応ね、だからいつも言うようにこう手を右手にこうやって上げてね、耳のところに当てて電話をしてるふりをするっていうのが一番ね。ただ今私ヘッドセットしますけど、これは確かに言いようなんですよでもちろん絶対に口が裂けても僕は YouTube 撮影してるとは言いません、はい、それは言ってはならないんですね、はい、田舎においては。たまにね、もう開口一番、百姓農園さんですかって言ってくる人がいますね。畑じゃなくてもね、前話しましたよね、神奈川のたまたまコメリで行ってね、レジ出たところでそう今言った言葉を言われたんで、いつも動画見てますって言われたら、もうそれはねごまかしようがないので、ありがとうございますって、それは本当にありがとうございますなんですけど、できるだけねオープンである必要っていうのは一切ないというかね、田舎においてはそれがねプラスになることはありませんので、何回も言うようにね、かえって攻撃される材料になりますからね。だから皆さん、農業 YouTuber の人ね、気をつけてくださいね、はい。それがプラスになることもないこともないと思いますけど、昔にテレビ出た時にね、たまによく行ってるそのコンビニのおばちゃんの、それまでなんか汚い格好していつも行くからねあれですけど、テレビ出た後行ったらすごくにこやかに対応してくれた、それぐらいですそれ以外にはないです、はい。特に農業関係者にね、そういう風なことやってるっていうのはマイナスでしかないですから、はい、広まったらダメなんです、田舎でね、はい。よいしょ、はい、終了。余計な仕事を増やしやがって。どっかいないか、どっかいたらペグパーはい、ということで以上でございました。今日ちょっと涼しいよ、こっちはね、よかったね。
来週雨マークずっと出て、おそらく来週からね本格的な梅雨が始まってね、6月の20日から7月の真ん中ぐらいまでどうですかね、断続的に雨降りますかね。はい、ということで、6月はね太陽熱マルチなどを中心としてね、作付け自体はねちょっとこれで今日のね、あの昨日のこの湯気消化ぼちゃでだいたいまだあとナスがねちょっとありますけれども、ちょっと落ち着くんですよね。でこの間にねなんとかね、あのいろんなことをね準備したりね、秋冬準備したりで、私自身のことで言うとね、6月にちょっとね山に登りに行きたいんですけど、行ってる時間があるかどうかですね。はいはい、そんなことで今年の梅雨はね本当にどうなるのかよくわからない感じですけどもね、はい、雨が降るのかなんかよくわかりませんが、さあ来たるべく秋冬へ向けてねどんどん準備していきましょう。この湯気消化ぼちゃの向こうがね、秋冬のキャベツとか白菜の場所にとってあります。こんな感じでね一旦ちょっとになるのかな。はい、まあ全然少ないですけども、あの他にまだ2箇所3箇所ぐらいでね秋冬ね展開していくと思います。やっぱりね畑がちょっと狭いんですよね。だからちょっとね、何回も言ってますけど、今年の秋でね、ちょうど3年が終わったということでね、こちら新規収納5度目の場所にやってきてね、これで3年目が終わりましたね。はい、だいたい3年でね、あの一つのワンサイクルが終わったので、まあまあこんな感じでやっていけばいいのかなとか、この地域でのなんか営農の仕方とかね、で拠点があってそこをどうするこうするとかね、今ちょっとね住まいの方をねちょっとこれから今普通にアパートをね賃貸を借りて住んでますけれども、今後ね、そこを出てちょっとねここに住みたいなと思ってるねところがありますので、その辺も含めてね、それまあちょっと古民家ではあるわけですけど、まあ、でそこをね出荷場出荷場のところなんですけれどもね、まあそういうのを交渉できたりとかね、まあおそらくそれがそこに住めたら、おそらくここの地域では今後10年20年ともうおそらく落ち着いてできるかなって感じです。それでまあ一つ上がりですよね。はい、まあこんな感じでね、新規収納というのはこう畑を借りてね、いろんな拠点を作って倉庫を借りたりね、保冷庫建てたり、ハウスを借りてね、育苗の場所いろんなことやって、そして最後に住まいなんですね。で住まいがもうねカチッと最後はまればそれで上がりですね。これであとはもう営農をしていくだけで普通にね、あの何の問題もないので、そこまでね3年から5年で生きればもう勝ちなんです、新規収納というゲームはね。はい、まあ、僕はこうやってね30年やってるので、そういうこう進め方がねこうある程度分かってるのでね、あれですけど、だから最初に家を買ったら何回も言ってますけどアウトですからね。はい、家を買ったらアウトね、最後なんです家っていうのはね、最後のピースの一つパーツの一つなんですよね。まあ農業やってる人は皆さんその辺は分かると思いますけど、まあ逆に言うとだから住まいなんかどうでもいいわけでね、最後一番いいところね、拠点がこうやって何箇所かあったり畑が何箇所かある中で一番ここだったら通えるなとかっていうね、だから住まいなんていうのはもう最初はどうでもいいのでね、最初はだから賃貸アパートに住めばいいんですよね。である程度ねこうやってね3年5年となってね、土地勘だとかね、私も3年経ってようやくこういろんな農道だとか裏道だとかね、でここの通りは危ないとかね、やたら週末は混むとかね、そういうこう土地勘ね、いろんなその状況が分かってくるようになると、あこっちの方向だったらいいなとかね、畑の広げ方もね、とりあえず最初はわけも分からずとりあえず借りられるものは借りていくわけですけどね、うまくねその辺を自分のやりいいように営農の形にやりいいようにね、こうやってデザインしていくっていうと大げさですけどやっていけばね、で大体だからそれを3年から5年でやれば上がりですね。あとはね頑張って作って頑張って販売していってね、収益をしっかりこうやって上げていくことができればね、そこがスタートなんですよね。だから5年でスタートまで立てれば、そこからね例えば大規模法人目指すと、ね、いうのでもいいだろうし、そこから例えばね僕みたいに飲食経営やってみようとか、なんか地域貢献みたいななんかシェアハウスをやってみようとか、つまりそのしっかりとねその地域に根ざした形ができれば、あとはどうやっていくかね、売り上げを伸ばしたいなら伸ばしたいでもいいし、どうやっていくかっていうねことはそこで決めることなんですね。だから最初の5年あるいは10年でそこまでね住まいまでびっちりねたどり着いていけば、例えば何かやってねシェアハウスやろうとしてね
まあ、700万ぐらいで家買ってシェア中をねリフォームしてやったとしてもうまくいかないことってあるわけじゃないですか。でもそれでも元の普通の農家に戻れば収益を回ってるんだったら何の問題もないですよね。そういうふうにしてこうね何かやろうと失敗しても元に戻ればいいだけなんですよ。こうやってね、そうすれば絶対に破綻することってないんですね。ここがしっかりだからちゃんと足場を固めていればね、その足場は何ですかって、それが営農なんですね。はい、そこでしっかりとね4桁以上の数字をちゃんと稼いでいれば生活に困ることなんか何もないわけですから、それをねできれば5年あるいはね7、8年10年以内にね早くクリアすることです。そうした上でね田舎で何かをやっていきたいということであればね、だから田舎においての半農半 X っていうのはまず第一に専業農家になることです。はい、これをしっかりとね頭に叩き込んでもらえれば絶対に失敗することはありませんね。そういうふうにしてね、例えば生産法人立ち上げて5桁の売り上げいきましたとね、 10年ちょっとかかりましたけれども、おかげさまで5桁売り上げ今年はねもう従業員も20人ぐらいになりましたって、はい、その段階でじゃああなたはねもうその生産法人は自分が会長かなんかになって誰かに渡してあなたがやりたいことをやればいいわけですよね。市会議員選挙に出るぞとね、それでもいいかもしれないですよね。だから日本の田舎においてはねしっかりとそうやってね地盤を固めるということですね。はい、そうすれば日本の田舎に来てねあなたはやりたい放題になると、それが本当の意味での田舎でねパラダイスを作るということですね。はいはい、しかしカラスとは戦わなきゃいけない。以上でございました。これは撮れてるんでしょうか。今日は暑くないからカメラが止まらなくていいかもしれない。はいはい、以上です。それではまた。